美女の美女による美女だけの番組、せーの、ビビビビビ始まりましたよ。第7回目でございます。はい、最近元気しておりましたか？してました。出ましたか？ちゃんと出ましたか？はい、はい、元気でしたか？最近なんかいいことありました？あった。あった、うん、何があった？なんかちょっとずつ小出しにしてたんですけど、うん、何なんかゴルフを練習してて打ちっぱなしにちょいちょい行ってたんですけど、いいねいいね。ほんとようやく昨日あのゴルフクラブ一式とゴルフシューズを買って本格的にゴルフ頑張ろうかなって。おすごいさ、多趣味だよね、トミちゃんって。だってポーカーもあるしやるし、マージャンもやるし、ね、なんか美容系もさ、そうそう、でこの前、ね、韓国に行ってみたいな、ね、たそうそうそう、すごいアクティブだよね。アクティブなんです。ここで聞いとかないと、私また今日一人なんですよ。あ、そうなんだ。そう、一人実践、あの早い番号引いちゃったから、ね、もう多分話すことないだろうなと思って、オープニングでなんかいろいろあったかなと思って、もう実践中にいつも話すことをちょっとここで聞いとこうかなと思って。そうなんです。ということで、二人は笑うセールスマン、私は一人でいい番号を引いてしまったので、バイオハザード。私いいこと？ないのよ。あ、で、そう。でも禁酒？あ、禁酒？そう、4日目。そうだ、おめでとう。待って、アルコール中毒者みたいな、そういう扱いやめてもらっていいですか？いやもう本当、アルコールはやめてたの？おめでとうじゃないのよ。そんな重症ではない、そこまで。そうだ、ね、別になんか意識してやめようってわけじゃないんだけど、なんか最近ちょっとスプラトゥーンにハマっちゃって、それのためにちょっとこう、酔っ払ってるとやっぱりできないから、そう、本気ができないから、それのためにちょっとやめてるみたいな感じ。それが飽きたら多分飲み始めると思いますけど、まあそんな感じでやっていきますが、前回はですね、なんかいろいろありましたね。なんか番組の企画でこれがあったら面白いよねみたいなのを3人で立ちでさ、こう、そう、立ちで話し合いをした時に、アイリンの提案企画、私の元彼連れてきた。マジでやばいと思う。確かに。ただやっぱこのメンバーだとそういう恋愛トークも結構豊富な方だから。確かにね。いや大変よ。めちゃめちゃ面白いけど。いや面白いけど、身を削ることにはなる。身を削るし、うん、だいぶだいぶよ。見てほしくないから告知しないかもしれないもん。ヤフーニュース乗るよ絶対。乗るからね。ヤフーニュースでしょ。アイリンはヤフーニュースでしょ。乗らない乗らない。私はあのスレだから。スレ、そう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 。ヤフーニュースだよ。いいよね。私あのスレだから。本当ネットで騒ぐやつだから、本当にすごいね。そう、そんなこと。いつかね、開催できた。いや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 、それはちょっと拒否るわ。ということで3人でちょっとバラバラなんですけども、楽しく実践の方していきたいと思います。はい、最後は皆さんでビビーでございます。最後はせーの、ビビビー、頑張ります。身体打ちたかったんですけど、今日が初打ちでございます。まあみんな今日3人ね、初打ちということで、まあ、新鮮な気持ちでたくさん出せれたらいいなと思っておりますので、頑張りたいと思います。よし、打ちたかったんだよ。G バトルっていうのがチャンスゾーンで、これが 35% 以上ですかね。どうですかね、ネクストバトルになってます。これ行きましたね、 G バトル、チャンスゾーンですね。一応ですね、プラス3ゲーム。あ、ベル、いいよベル。リプレイ、いいとこ行ってる気がするけど、どうなんですかね。今日初打ちだからまだ掴めてないけど、
で、てか突破したんじゃないですか。突破しましたね。早い、68回転、68ゲーム、投資3000円で行きました。ハザードラッシュ、前回が結構 ATA の壁が重たかったイメージなんですけど、今回は結構掴みやすいっていうところが特徴の一つみたいですね。いやこれ設定良かったらめっちゃ楽しそう。よいしょ。ではでは AT に行きたいと思います。ラッシュで、ラッシュ自体の純増は 1.0 枚なんでそんなに高くないんですね。なのでボーナスを引いてあの出玉を増やしていくっていうシステム。でも見てると結構あの枚数が、最大枚数がこれ9000枚とかになってて結構期待持てますよね。で結構その AT 開始時のモードが上の方がすごいいい設定になってるかもしれないということでございます。ちょっと今日初めてというか人生初めての AT なので、ほんと探り探りなんで間違ってるところあったらすいません。一旦ちょっとね打ってみて、疑問点があったら調べてみようと思います。ここ研究所だからなんかちょっとボーナスとか欲しいな。チャンス、チャンスばかりが続いてる。一応お何かしら来た、パニックジャッジ来ました。このタイトルとかもしかしたらある。ということでボーナスいただきました。これで昇格するかしないか、ボーナスかはたまた違うところに行くか。これボーナスですね。これはそれすごいなんか自力感もありつつの感じがあって面白いですね。安定するからいいな。安定したなんかレギュラーとかじゃないってことですね。これないってことですもんね。ボーナスは1個ってことですもんね。それカットインがちょっと弱そうな感じがするんで微妙なのかもしれないですけど、ゲーム数は20。246枚終了でございます。プラス40ゲームいいんじゃない。ハザードラッシュ、チャンス目残り9。なんかあれかと思った。残りわずかでしたけど、次のゲームでレア役引いたらまだでも分かんない。15枚ベルリプレイ、レア役でウイルス獲得。行かなかったってやつ、これこれリプレイ、違う、何もない、外れか、ダメか、ダメか。さすがに終わりましたね。でも916枚いただきました。それでは、はい、マラセールスマン4を打っていきたいと思います。初めてだ。初めて、2人とも初めてで、本当に頼りない私たちですが何卒温かい目で見てください。はい、お願いします。一応天井が580ゲームで軽いっていうか、まあ他の台に比べて浅いから。なるほど。そうそうそう、
あ、こ、キョーチェリーを引いたよ。おお、本当だ。なんかね、ここのランプかな。あー、なんか色が、キョーチェの時の色がなんちゃらとかさっき書いてあったんですけど、あ、なんかね、キョーチェリーで、これさ、ランタンだからこれだよね。あ、それだ。が、なんか赤い、これ赤いのかな、赤になるのか、赤の設定、こういう状態とか。でも嘘で、隣の人も赤くない？あら、今赤くなったあ、ちょっとどうし、すごい、これ合ってる、これ本当に本当かな。いや、これが赤なんだとしたらピンクやけどねピンクやけど ね、 けどね、赤やったとしたら、赤やったとしたら設定5以上って書いてる。せや、トミミがさ、ツイートしてた、うんうん、なんか韓国で、なんだっけ、アートメイク、アートメイク、あ、そうそう、アートメイク、うん、やってきた。あれ、私もすごい気になってて。あ、そうなの？そう、めっちゃいいよ。いい、あの、フェアタンもやってて。そうなんや。そう、私もやってるんだけど、なんかもともと日本でやったことが2年前以上前ぐらいに2年前以上前めっちゃ前みたい2年ちょっと前ぐらいくらいに、あの、やってて、めっちゃ良くて、やっぱり。あ、そうなんだ。そう、でも3万未満とか、日本円にしても3万未満。安いね。そう、で、やってきて、めっちゃ良かった。すごい。なんかもう、そう、あ、なんか、え、当たってる、当たってる、当たってよ、当たっちゃった、当たってる、やったよかったね。何があったの、何があったの。え、わかんない。早い、59ゲームだよ、まだ。え、やったー、59ゲームでボーナスかけて。すごいじゃん。何があった？眉毛のことしか今頭になかったよどーん、赤見える？赤でも結構見やすいから。これやな、それやなおお、いい感じ。あ、レギュラー、合ってる合ってる、あ、合ってた、ビッグじゃなくてレギュラーでしたっていう、ね、そうそうそう。あ、でも嬉しいね、嬉しい、よかった。なんかレギュラーは終了後に、あの、プッシュボタンを押した方がいいから、一旦終わったら、うん、待ってた方がいいかも。 OK、 すごい、なんか本当に欲望の世界って感じのモアモアが。本当だ、本当だ ね、でも幸先いいですね。よかった、本当よかった、よかったよかった。プッシュボタン、名刺は奇数示唆だから1か3か5の可能性が高いよみたいな。あ、そういうことか。そうそうそう、嬉しいです。ありがとう。はいよかった。 OK ってなわけで、チャンスゾーンですね。94ゲームチャンスゾーン行きました。いいんじゃないですか。第3形態スタート。今ここ光った、レア役じゃない。おお、来た、デカプッシュ、よいしょ。一瞬ここ光りましたもんね。イエーイ、ということで当たりました。2回目2分の2で当たってる。で、ここがボーナスなんですよね。ボーナスがプロローグ、プロローグが何が来るかですよね。クリア編、青ですね、青枠。今いいとこなんで、外れを多く5回、外れ5回、あと強レア役、まあ、レア、とにかくレア役いければ。
161枚。研究所スタート。だって。すごい緊迫感やな。お、裁判の時。私も裁判してくる。ほんまや、頑張って。はい。ラスト。ダメだった。ダメでした。でもなんか弱いだろうな、多分。当たった。嬉しい。嬉しいね。そう、投資が12,000円だから、600枚は出さないといけないですね。ボーナス、あー、さっきやったやつダイリンが。おめでとう。ありがとうございます。終わった。何も出てこない。何もないっていうのがデフォルトみたい。そうなんだ。そう、何も出てこないでした。ありゃありゃ。ビビビトークコーナー、イエーイ。ちょっと今日はトミミンが何やらやりたいことがあれそうですね。はい、そうなんですよ。なんか前回フェアタンとアイリンの得意なお絵かきをしたじゃないですか。したしたした。今回は私の得意なものを2人に紹介しようっていうことで、お、なんだい、持ってきました、こちら。じゃん。ボードゲーム、ハーっていうゲームと、これね、ほんと2人にぴったりなの。なになになに、でもなんかさ、ちょっとハーっていうゲームってさ、知らない、私たちほんと知らない。知らないですよね。視聴者の方も知らない人いると思うんで、簡単に説明すると、お願いします。まあ、例えば、お題がいっぱいランダムであって、うんうん、こちらこういう感じでお題が書いてある。プロポーズって書いてあるね。はい、プロポーズ、A から H まで書いてあるんですよ。はぁ、真剣に。はい、で、みんなに見えないように A から H の札を引きます。で、本人はその中、例えば D を引きました、うんうん、ってなったら D の3度目のプロポーズ感を出したプロポーズをして、プロポーズをするのね。そうで、うちらは当てるんですよ、残りの2人は。どれを引いたかってことね。そう、例えば。なるほど。じゃあそれをやりたいということですね。そうです、そうです。まあ、これは例なんですけど、うってつけのお題があるので。なになに、怖いんだけど。うってつけのお題、はい、スタッフさんに選んでもらいました。はぁ、はい、私は関与してないので。スタッフさんが選んだんです。でもトミミンもやるんだよね。トミミンもやります、うん、勝ち負けっていうのも一応あるんですけど、おーおー、まあ、ざっくり言うと、出題者は当ててもらわないといけない。本気でガチで確かにね、確かに。なるほどね、嘘ついちゃダメなのね、うん、どっちかでも当ててもらったら1ポイント、はいはいはい、おー、そういうことか。で、私たちは当てられたらシンプルに1ポイント。あ、2枚の中どっちかをやるってこと。うんうんはいはいはい。やってるね。で、あの、これ、やってきた。じゃあ引いちゃいましょう。先に
ペアで行く。いい、うん、いいよいいよ。あ、やだやだやだ、先にやるってこと。そう、やだやだ、ちょっとこれやだ、恥ずかしい、やだちょっとこれ、じゃあ私からさ、いきますか。え、私からやだ、これちょっと、ちょっと私もやだ、まだやってんのよこれ、なんでトミミやってんの、なんでこんなの持ってきたのよじゃあトミミから、ちょっと見たい見たい見たい、ちょっと、れ最初だ。じゃあこれをまず自分だけが見るカードを引きます。なるほど、はいはいはい、これは答え合わせの時はちょっと一旦置いときますね、うん、はい、じゃあ私こっちをやります。お題はこちらです。はい、じゃん、何ですか。なんなん、え、なんなん、あ、なんなん、なんなん、 A が信じられなくてなんなん。じゃあこれもらって、持っとこう、うん、持っていっていい、そう、持っといて、うん、私が A から H のどのなんなんを言ってるか。 OK 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 OK。恥ずかしくないのかねこれボードゲームでこれやるんだよねみんなこう顔を合わせて、すごいね、これね、本当にちょっとお酒入ってるぐらいが楽しい。いや本当だよね、お酒と禁酒してたけど持ってきてほしいんだけど、そういうゲームね。はい、じゃあちょっとこれは手は使ってはいけません。はい、顔と声のマスクつけてるからね声のみだじゃ、顔と声の、顔は OK と声の感じ。 OK OK OK、 はい、なんなん、これさ、これか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 、これじゃない、え、これか、これか、これじゃない、これか、これか、これじゃない。いやね、ちなみに協力戦じゃないから個人戦だからあの自分で決めて大丈夫、相談しなくて大丈夫。そっかそっか、そういうことか、うん、じゃあちょっとここは、じゃあね、今回聞ける、なんなん、え、わかった、はい、わかった、私分かりました。じゃあ分かった、じゃあいきますよ、私から答え、うん、私は G のうんざりしてなんなん。私は C の怒ってか迷ったんですけど F のクールになんなん。ああ、なるほど、いきたいと思います。はい、ということで、じゃあ正解はじゃじゃん、あー、惜しい、C の怒ってた、そうだよ、怒ってた、 C、 F にしちゃったやっぱ最初の怒ってたって感じがやっぱ出てたんだよね。でそれでちょっと変えてきたからちょっとやめたのよ変えてた、うんざりしてにしちゃったのよ、ね、じゃこれは私はじゃあ0ポイントで、私も0ポイントなの、当てられてないから。そっか、あ、そういうゲームで、オッケーオッケーオッケー、誰も喜べなかったのね、はい、じゃあこれじゃあもうこれで終了ということで、今回のこのパーティーゲーム、違う違う、2人もやるんだよ、はい、以上、以上、以上良いじゃん、なんなんは、いいよね、なんかこれさ、これ嫌なんだけど、確かにね、もう一個が結構悪魔、いやこれどっちも悪魔なの、私もだよ、どっちかっちゅうとまあじゃあ、うん、どっちどっち、じゃあ変身ポーズ、お、うん、押したいと思います。はい、あ、じゃあこれ見せてもらっていいですかすいません、あ、ポーズか、ヒーロー、はいはい、魔法少女なんだね。はい、確かにこれはまあアイリンうってつけかもしれない、難しい、はい、変身ポーズ、ちょっと待って、これこれさ、違う、これアイリンじゃん、これこれアイリン、これアイリンポーズじゃん、これアイリンだよね、これアイリンじゃん、変身、これアイリンじゃん。これアイリンだよね。うん、これアイリンだと思うんだけど。その中にあるよ。え、もう一回、ちょっともう一回見て。もう一回。ヒーローはヒーローだと思うんだけど。はっ。これアイリンだよね。アイリンだよね。うん、はい。はい、お疲れ様でした、うん。ありがとうございます。いかがですか。いやー、難しいね。かっこいいか、かっこいいも2つあるからね。これ魔法少女だったら事故じゃない確かにね私は斬新すぎるヒーローの変身ポーズにする、確かにね、うん、これ FM の私はこれにします。さあ何でしょう。まあ斬新、一緒にする、一緒にしようかな、うん、一緒に、うん、はい、じゃあ正解いきます、はい、正解は D でした。かっこいいヒーローの変身ポーズこれ以上浮かばへんかった、まあ
かっこいいけど、まあ、確かにね。確かにかっこいい、うん、でもアイリンだったっていうことだね。いつものアイリンだったみたい。ってことは0ポイント、0ポイント。もう全員0ポイント。誰かにポイント取れてないんだけど。これじゃあもう当ててもらわないといけないってことも、ね、私もね。そう、当ててもらわないといけない。そうなの。なんかさ、私のやつおかしくない？なんか私すごい女なんだけど、どっちかというと。あ、狙ってんだ。結構女女女の感じ。そう、気になる。ポーズとかじゃない、ほんと女女女。なんだろう。あ、わかりました。じゃあこれですね。だんだん日が暮れてきた。日が暮れてきたよ、これ。日が暮れてきた。じゃあこれです。はい、え、女でしょ。いいじゃん。本当だ、いいじゃん。女でしょ。テーマがね、好きなんだもんです。かわいい。え、じゃあいきます。お願いします。これですか。好きなんだもん。かわいい。かわいい。どれでしょう。勇気出してる感じもあるし、勇気出してか、なんか怒ってる感じもちょっとあったかも。あらら、勇気出してか、いいのかわいくか。あ、違うな。アイドルがもありえるな。もう一回。もう一回、もう一回。もう一回、うん、じゃあいきますよ。はい。もう好きなんだもん。やっぱ怒ってるの。もう、もうっていうかな、寂しい。あ、違うな。でも寂しかったらもっとシュンってするか。そうだよ、メヘラだからね。そうだよね。可愛いじゃない。可愛い、いや可愛い。もっとブリブリしてくると思うし、フェアタン可愛かったら。分かった、私は E で行く。 B にしよう。B？ じゃあ B と E です。正解は C でした。拗ねて、拗ねてたの。あー、惜しかったかも。惜しかった。もうもうがちょっとちょっとあれ、かわいいアドリブつけちゃったけど。うんうん。でも確かに、でもね、怒って、確かに拗ねてる、拗ねてる感じだね。確かに。じゃあ私たち0ポイント。0ポイントだった。ね、全員0ポイントなんですけど。はい、誰一人伝わる。まあ、こんなこともあるよね。まあ、こんな感じでやるってことよね。だからこれはまあまた次回、次回はちょっとね、演技力がアップされてるかもしれないので、はい、次回期待してみてください。はい、以上ビビビトークコーナーでした。バイバイ。バイバイ。バイバイ。え、本当に何も弾いてない。あ、ビッカだ。ビッカボーナス。はい、来ました、ビッカボーナス。パンデミックド素人にも、まあド素人だけどさ、パチンコパチスロはド素人だけどさ、ド素人にも程がある。